眠れる森の美女はヨーロッパの古い民話、童話。AT 分類では4 1十二分類されている。ペロー童話集にも取り上げられ、グリム童話集ではウバラ姫としてイ話が取り上げられている。また、ジャンバティスタ・バジーレのペンタメローネ諸州の太陽と月とターリアも類話として知られている。眠りの森の美女、眠り姫の役題もある。 スリーピングビューティーの英語題で呼ばれることもあり、同タイトルの小説も発行されている。日本語の表題からは、文法的に眠っているのは美女とも森とも取れるが、これはフランス語の現代も同様である。しかし、ラ・ベルエーユ・ボーイズ・ドーマンとは、大解放という習字が使われており、文法的に眠っているが就職するのは森であるが、意味的に眠っているのは 美女と考えるのが正しいとされる。バレエの演目やディズニー映画としても有名である。また、日本では劇団東スクナによってミュージカル化されている。眠れる森の美女民話のため、ストーリーには様々な種類のパターンが存在するが、ここではひとまず、日本語圏では最もポピュラーなグリム版に基づいて、ストーリーを紹介する。ある国に、 子供に恵まれず悩んでいた王と王妃がいた。しかし、ある時、王妃の前にカエルが現れて、あなたは一年以内に女の子を産むと予告し、その予告通りに女の子が生まれた。願いが叶って非常に喜んだ王と王妃は、国内に住む魔法使いの女たちを祝縁に招待することにしたが、魔法使いの女は国内に13人いたにも、かかわらず、 彼女たちをもてなすために必要な金の皿が12枚しかなかったため、13人目の魔法使いだけは招待されなかった。祝宴に招待された12人の魔法使いたちは、それぞれ、徳、美、富など魔法を用いた贈り物を王女に授けるが、11人目の魔法使いが贈り物を終えた直後、突如として十三人目の魔法使いが現れ、祝宴に招待されなかった報復として、 王女は十五歳になると、つむぎ者の重りが指に刺さって死ぬという呪いをかけて、立ち去る。王と王妃をはじめ城の人々が大騒ぎする中、まだ贈り物をしていなかった十二人目の魔法使いが、この呪いを取り消すことはできないが、呪いの力を弱めることはできると言い,い、王女様は死ぬのではなく、百年間眠り続けた後に、目を覚ますと告げた。王女の運命を、 心配した王は国民に命じて国中の紬者を焼き捨ててしまう。王女は順調に育っていくが15歳になった時一人で城の中を歩いていて城の塔の最上階で一人の老婆が紬車を使い糸を紡いでいるのを見て興味を示し紬者に近寄った途端に重りが手の指に刺さり王女は深い眠りに落ちる。呪いは上中に波及し 王と王妃をはじめ城の人々もすべて眠りに落ちるが、城の周囲のウバラだけが急速に反もし、やがて城には誰も入れなくなった。中には侵入を試みた者もいたが、鉄条網のように絡み合ったウバラに阻まれ、全員がウバラに絡まって動けなくなり落命した。そして、長い年月が過ぎたある日、近くの国の王子がこの国を訪れ、 呂の森に囲まれた城を見て、城の近くに住む老人に、あの城には何があるのかと問いかけると、老人は、城の中には、美しい王女様が眠っていると子供の頃に聞いた、ことがあると答えた。それを聞いた王子は、何としても、王女の姿を見てみたいと思い、どんな危険を犯してでも城に入る決意をして、呂の森に近づく。この時、城にかかっていた百年の呪いが解けて、 ウバラは一人でに道を開け、王子は無事に城の中に入り、眠っている王女を見つけて、キスをする。王女は目を覚まして、王子を見染め、同時に、城の人々も全員目を覚まし、王女と王子はその場ですぐに結婚して幸せに暮らした。誕生の予告はない。ここでは、戦女と表され、八人登場する。魔法をかける順番は、グリムの徳、美、符。 とは違い、美、徳そして富はない。また、グリムでは12枚の金の皿であるが、ここでは7枚の金の箱入りの食器となっている。眠りに落ちた王女を悲しみようと王妃は王女に別れを、告げず上を去ってしまう。他の者たちは、妖精の魔法により眠らされてしまう。グリムとの大きな違いは、王女は王子のキスで目覚めるのではなく、100年の眠りから覚める。 時がやってきていたため、自分で目を覚ます。また、グリム版では省かれたと思われる、二人の結婚の後の話が残っている。王女は二人の子供を設ける。しかし、王子の母である王妃は人食いであり、王女と子供を食べようとする。そこを王子が助け、王妃は自分の悪行が息子にバレて気が狂い自殺してしまう、といった内容である。祝福はない。 ペロバン同様、誕生の予告もない。王女には、ターリアという名前がある。ターリアの誕生の祝宴で呼ばれていた占い師が、アサイトが王女に災いをもたらすと予言。眠りに落ちた王女を悲しみ、父親は別れを告げて、この悲しみを忘れるために城を去る。他の者たちの描写は一切ない。その後、高刈りで偶然たどり着いた王が、眠る王女を見つけ、 あまりの美しさに我慢できなくなり、愛の果実を摘む。そして王国へ帰り王女のことを忘れてしまう。王女は寝ている間に双子を出産し、浅いとが取れて目を覚ます。思い出した王は王女に会いに行き、出産を喜ぶ。とりあえず王国に帰った王であったが、王女のことが気にかかり、王妃はそれに気づく。嫉妬した王妃は王の名前を装い、双子を呼び寄せ殺し、 スープにして王に食べさせようとするが、子供に同情した料理人が小ヤギとすり替える。次に王妃はターリアンを呼び寄せて、火炙りで殺そうとしたが、王が助けに入り、子供をスープにして飲ませたという話を聞いて王は、怒り狂い、王妃を火の中に投げ込む。バレエ作品の眠れる森の美女は、1890年にサンクトペテルブルクで初演された。 3時間もの対策で、現在も多くのバレエ団が上演している。当時、劇場の総裁だったイワン・フセボロシスキーが、豪華懸爛なバレエ作品を作りたい、と考えたことから制作が始まった。振り付けは、マリウス・プティッパー、音楽は、ビオトル・チャイコフスキー。チャイコフスキーは、白鳥の湖での失敗があり、もうバレエ曲は作らないと決めていた、という説もあるが、 音楽が失敗だったわけではなく、バレエ曲を作曲すること自体はその後も検討していたので、眠れる森の美女の台本に感動して仕事を引き受けた。チャイコフスキーの三大バレエの一つと言われる。1959年にウォルト・ディズニー・カンパニーによって、眠れる森の美女として600万ドルの制作費をかけて長編アニメーションを映画化され、同年1月29日に、 全米公開された。日本での公開は1960年7月23日。劇団東つくなによってミュージカル化される。初演は1965年。翌1966年に東京都芸術祭の公演で上演。その後も全国各地で上演され続け、1980年からは三越劇場での東京定期公演が復活すると、 眠れる森の美女もレパートリーに加わる。近年では、1996年の公演で、小田茜2001年から2002年の公演で、細川文江2006年から2007年の公演で、松下萌子、2016年の公演で、織谷由美が王女役を演じている。原作との相違点としては、以下が挙げられる。ありがとうございます。